パンパネーラは、スペイン・アンダルシア州グラナダ県のムニシピオ。アルプハーラグラナディーナ地域の中西部ポケイラ峡国に位置し、県とグラナダから66キロメートルの距離に位置する。ブビヨン、カピレーラ、ラター、オルヒは、カラタウナス、ソポルトゥハルの各自治体と隣接する。自治体の領域の大部分は、シエラネバダ自然公園とポケイラ峡国歴史地区に含まれている。 グラナダ王国がカトリック領王に降伏した時、多くの住民がラスアルプハーラス地域に逃げ込み、およそ80年もの間、彼らは習慣、宗教、言語を保持し続けた。国王フェリーペ2世によって、ドンフアンデ・アウストリアが派遣され、反乱が鎮圧されるまで、モリスコたちは山中に隠れ続けた。住民の減少したこの地域にはカスティーリアから特に ガリシア地方やレオン地方出身者による入植が行われた。1487年の布告には反乱を起こした貴族が彼らの犯罪行為の食材のためにグラナダ戦争に参戦したと記されている。ガリシアから貴族とその濃度を追放するために召集し、作戦に参加させ行わせたのであった。これらのことによってこの地域の多くの場所に ガリシア語を思わせる地名カピレラ、ポケーラ、フェレーラ、シュンパネーラ、パンパネーラなど。ガリシア語の設備アイラは、カスティーリア語のマイナスエラに対応するマイナスが名付けられているのである。パンパネーラの気候は1000メートル以上の高地にあり、そしてシエラネバダ山脈の山裾にあることで、内陸性地中海性気候の特徴を持つ。陶器は寒さが非常に厳しく、 降雪、凍結も珍しくなく、また夏季は暑さは非常に厳しいとは言えないまでも最高気温35度を超え40度近くまで上ることもある。降水量は基本的に多いが季節によって差があり、夏は降雨はあまりなく秋には冷たい雨が多い。自治体市長はアンダルシア社会労働党のラファエーラ・ロドリゲス・ロペスで自治体評議員は アンダルシア社会労働党6アンダルシア国民党1となっているパンパネーラはオルヒバ司法官かつくに属す。ありがとうございます。